はい、今回ご紹介するのはアクシアですね。アクシアのカセットテープ、当チャンネルでは初めてですかね。アクシアのテープを徹底検証するのは今回が初めてかなと思います。やっぱりアクシアといえば斉藤由貴さんのイメージが強烈かなと思います。自分も世代ではないんですが、なぜか強制的に、頭の中にインストールされてしまったような、そんな感じがいたします。はい、ということでアクシア第1弾はこの PS1 をご用意しました。きっかけはですね、今から1ヶ月前くらいですかね、ずっと探していたアーティストのレコードを見つけまして、でテープに録音しようとして、何のテープを使おうかなと迷っていたんですよ。で久々にちょっとアクシア使ってみようかなということで、この PS1 をねちょっと選んでみたという、そんなわけでございます。まあ他にはそうですね、ソニーもちょっと選択肢に入れていたんですが、まあソニーは何回か使ってるからね、でしばらくアクシア使ってなかったんで、ちょっとアクシアのしかもノーマルテープですね、ちょっと使ってみようということで、これを使いましたね。これ、はい、これは1993年頃のモデルですね。でこっちもう一つ PS1 があるんですけど、これが一世代前ですね、91年頃ですね。で、この PS1 がちょうど、このマークがついた時のモデルですね。ダブルコーティングです。でさらにその前だと、これですね、まあ、これはハイポジの PS2S なんですけど、この世代から、これ1990年のモデルなんですけど、ここから、スリムケースになりましたね。まあ、アクシアのカセットはまあなかなか他のカセットテープ御三家とちょっとだいぶね、雰囲気が違いますよね。だいぶヤングな雰囲気があります。まあそもそもそのアクシアのブランドが、若者向けに、ターゲッティングをしたという、まあそういうお話がね、まあ有名かと思いますので、はい、もちろんですね、このデザインもかなり、まあ当時としては結構斬新なデザインだったんでしょうかね。はい、僕もねなかなかこういうの好きですよ。このねケースですね、まあスリムケースをいち早く展開したっていうこともあるんですが、この逆さまに入れるこのケースですね、はい、アクシアの特徴ですね。まああとはこのハーフのデザインですか、この非対称のデザインがねなかなか斬新的ですよね。で、ちょっと今このこっちが前のモデル、こっちが一つ後のモデルなんですけど、見ていてねちょっと今気づいたんですが、こっちの91年型の方はこれビス止めですね。で、93年型になるとビスがなくなってます、溶着になってますね。はい、あとはそうですね、このハブをロックするこの突起ですね、なんか稲妻みたいな形をしているこれもなんかアクシアのね、ワンポイントですね。はい、そしてですね、未開封品も持ってます。未開封品がですね、これはこっちの世代の未開封品テープですね。はい、ダブルコーティング&スリム、明るく元気なパワフルサウンド、あとですね振動に強い、音の伸びに強いと書いてありますけども、結構このアクシアのハーフって結構タフなんですよね。まあカーステ専用、カーステ専用って言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけども、カーステ向けの、モデル GT ですかね、 GT のシリーズも展開されていたんですが、あれなんかすごいですよね。熱にも耐えられるようなハーフ、プラスチックを使っていて、なかなかユニークなシリーズですよね。はい、そしてあとはですね、こっちは40分ですね。これ確か50分までがラージハブ仕様ですね。はい、でこちらが54分なんですけど、54分は普通のサイズのハブになっています。まあどちらにせよこの形のこの模様のハブですね、これもやっぱりアクシアの特徴ですよね。このハブ結構好きなんですよね。でもしくは、初期のアクシアにあったちょっとゴツゴツしたハブありますよね。今ちょっと写真に出してますけども、このタイプもやっぱりアクシアの特徴的なハブですよね。皆さんどっちがお好きですかねでは引き続き見ていきますけども、この PS1 は当時の
このラインナップ、ノーマルポジションのラインナップが書かれていますけども、真ん中、ちょうど真ん中のグレードですね、PS1。で、その上は X、まあ、PS1X とか、あと最上級で AU1X となってます。いやー、でも真ん中の、一応この PS1 真ん中のグレードにはなってますけど、いやー、普通に、上位グレードのような音しましたね。価格もそれほど高くないと思います。ちょっと本で調べてみるとですね、この54分で470円だったそうです。はい、ではテープの部分をちょっと見てみたいと思います。はい、リーダーテープは TDK にそっくりですね。TDK の90分テープがこのように青線が入ったリーダーテープになっています。ただアクシアは、短尺でもこの青線になっています。ちなみに、この世代はまだショートリーダーテープは採用されていない世代ですね。もう少し後の世代になると、ショートリーダーテープもうわずか、1秒2秒くらいしかないような、リーダーテープ、まあ、どのメーカーも90年以降になるとショートリーダーテープが結構流行ったのではないですかね。はい、では磁気テープの部分見ていきたいと思います。マッキーで巻いていきます。はい、PS1、ダブルコーティングの PS1 はこのような色をしています。まあ、おそらくコバルトも入ってますでしょうね。で、こうやって結構ね透けてるんですよね。ただ次世代のちょっと名前はわからないんですが、カタログとかあったんですかね。はい、60分テープなんですが、結構透明度は高めかなと思います。照明に当てると簡単に透けて見えます。さあ、まずは外観とテープの様子を見ていただきました。では気になるスペックの検証ですね。一体どれぐらいの性能を持っているのでしょうか。ちょっとアクシアのテープはこれまであまり検証したことがないので非常に楽しみですね。それではスペックの検証の様子をお届けする前に、先に音を聞いていただこうと思います。デッキは直前の映像カットに出ていた4台です。メドレーのようにシームレスにつなげてありますので、デッキごとの音の違いも聞いていただければ幸いです。ではどうぞ。
はい、それではスペックを検証していきましょう。レコードから録音するときに使用したデッキがこちらですね。A&D の 7100EV で、このテープに本番録音をしています。そして練習の録音はですね、こちらの PS1 を使ったわけなんですが、まあ一世代違うんですが、まあ実際に録音した感じですと、まあ両者とも同じテープかなと思います。キャリブレーションの設定もほぼほぼ同じでした。で、まあ今回はこちらの本番録音した、テープをですね、消去するわけにはいきませんので、こちら練習表で使ったこの PS1 をちょっと検証台にしていきたいと思います。ではセットしていきましょう。はい、それではテープを少し送りました。ここからですね、まずはキャリブレーションをやってみます。まあ、まずは普通にキャリブレーションを行うんですが、さあまずはこのキャリブレーションのつまみ、レベル、バイアス両方プラマイゼロにしてあります。この状態で、メーターがどのように触れてくるかですね。いきます。はい、バイアスの方が多く触れていますね。広域が強い状態です。で、この真ん中、バイアスのつまみをセンターにしている位置です と、このデッキですと基準テープがマクセルの UD ですから、 UD で、この三角印に合ってきます。つまりは、バイアスがまだまだ、深くかけられるということですね。はい、じゃあですね、ちょっと三角印に合わせてみましょう。じゃあどうしましょうかね。まずはちょっとバイアスを深くしましょう。はい、この上のレベルのメーターと合うように。そしてまだ、基準より録音感度が高いですね。まあさすがダブルコーティングのテープなので感度はやっぱり高く出ますね。はい、そうしたら感度を少し落とします。はい、確か本番の録音の時はこんな設定で録音したかなと思います。はい、じゃあキャリブレーションできました。さあキャリブレーションできましたので、まずはちょっとね、ホワイトノイズを録音してどのような特性が出ていたのか、この検証をやらずにいきなり本番の録音したので、実際どんな特性で録音されたのかがちょっと、まだ分かってないという状況です。では今からちょっと、調べてみたいと思います。では行きましょう。はい、出てきましたね。あ、結構あれか、15キロあたりからちょっと持ち上がってますね。はい、このようなグラフの形になっています。うん、フラットではないですね。広域がやっぱ持ち上がってます。そしてちょっと低音も持ち上がってんのかな。はい、横軸、周波数軸をちょっと変えてみました。まあさすがノーマルテープでも20キロ、21キロまで取れる実力はさすがですね。やっぱり、15キロあたりからちょっと持ち上がってる感じですね。で、さらにですね、こっちの低域の方見ていただきたいんですけども、また周波数軸をちょっと対数の軸にしましたが、この低域ですね、だいたい100Hz 以下の音域ですかね。ちょっと強くなってますね。まあ、全体的なグラフの形を見るとやはりドンシャリ傾向がちょっと強めかなという、そんな印象ですね。はい、まあ実際に録音同時モニターをしていても、ソースと比較するとですね、やっぱり低音と高音がね結構強調されてくるんですよね。まあちょこっと予想はしていましたが、まあ予想通りの特性が出たかなと思います。続いて録音レベルの限界、まあ、いわゆるモルですね。モルの推定ですが、
7100EV ですと 315Hz 歪み率 3% でプラス 6.0dB くらいまで上げることができました。まあ、使うデッキによって変わってくると思いますが、まあ、カタログ値は推定でプラス 5.0 から6.0 あたりでしょうかね。なかなかパワーがあって良いですね。意外だったのが広域の限界ですね。まあ、カタログだと 10kHz のモルだったり、あとは飽和録音レベルというパラメータで評価することもありますね。でこの PS1 実験してみました。10kHz の制限波の信号ですね、飽和するまでレベルを上げていくとですね、なんとですね 0dB まで上げられたんですよ。これはノーマルテープで 0dB まで上げられるテープってなかなか少ないんじゃないですかね。まあアクシアのテープというとなんかパワフルでエネルギッシュな音というイメージが僕にはあったんですが、意外に広域がすごいんですね。広域の性能が結構高いんですね。まあそれもあって音にキレがあるというところにつながっていくんでしょうね。でもちろんあの低域の感度、特に中低音の感度が高いので、やっぱりあのなんて言ったらいいんだろう、アクシア独特のあのパワフルな音になるんですかね。はい、他のメーカーのデッキでも少し検証してみましたので、簡単にご紹介します。ティアックの V8000S ですね。録音感度は高めに出ましたが、バイアスはプラマイゼロで良さそうでした。確か TDK の AD に基準を合わせて調整していたはずです。周波数特性ですが、こちらは 8kHz 付近から徐々に、広域が持ち上がっているような特性になっています。低域の感度も若干高めですね。続いてはソニーですね。222ESG です。キャリブレーションではバイアスを深くすると録音感度も下がっていきました。ということはバイアスが多めにかかっていますね。相性はちょっといまいちです。周波数特性は 7100EV と V8000S にあった早上がりな特性がなくて、逆に1キロから 10kHz の音域の信号がですね、若干持ち上がっているような感じです。まあ、これはやはりソニーのテープに合わせて録音イコライザーの回路が設計されていることによると思います。グラフは一応フラットに見えますが、バイアスがかかりすぎていますので、広域のキレを少しスポイルしてしまっている感じがしますね。まあ、ただイコライザー切り替え付きのデッキなら良いかもしれないですね。最後はビクターの TDV711 です。キャリブレーション機能はないので、そのままホワイトノイズを録音して特性を見ました。なんかですね、ものすごくいびつなグラフになっていますが、これはですね、あのデッキ側の癖がもともと強めであることが原因だと思います。あの録音ヘッドが1000アロイで、再生ヘッドがアモルファスという、あの素材の違うヘッドがついた3ヘッドデッキなんですね。そして最もフラットになるポイントにバイアスを調整してみると、あの 15kHz から急激に上昇している特性になります。まだ両方アモルファスヘッドの721の方がおとなしいかもしれないですね。まあただこれはこれで、あのビクターらしく癖が強い仕様で面白いかなと思います。さて今回はアクシアの PS1、1991年と1993年の PS1 を検証するレポートでした。性能はですね、90年代らしくとてもパワフルだと思います。で意外だったのが広域の限界の高さですね。ちょっとですね、同世代の TDK-AD とも比べてみたんですが、 PS1 の方が 1dB 高くできそうでした。はい、あとですね、ダブルコーティングのテープということで、録音感度の高さですとか、あとヒスノイズの少なさですね、こういったメリットも獲得していると思います。まあ、音質はちょっとアグレッシブかもしれませんが、まあ、使い方によってはグッとくるような、迫力があるような音で撮れると思います。まあ、個人的にはアクシアのハイポジションの方が好きですが、やっぱりノーマルテープのアクシアもいいですね。はい、
ぜひ参考にしてください。ではまた。では久々ですかね、おまけの映像です。こちらのビクター TDV711 ですね、2ヶ月前くらいに入手しまして、でこの個体はですね、特にあのメンテナンス済みですとか、何か返品返金保証があるとか、そういったものでもなくて普通の中古品です。なんですがすごいですね、あの全く壊れていないですね。はい、で外装の状態もですね非常に良くてですね、なかなか、まあ、珍しいと言いますか、希少な上玉かなと思います。で肝心なヘッドの状態もですね、もうほぼ完璧ということで、まさに当たり気を引いたような、そんな感じでございます。で、この711なんですが、まあ、自分の個人用として使ってもいいんですが、まあ貸し出し用のデッキ、まあ、レンタル用のデッキでビクターはまだ扱っていないので、まあ、このデッキをちょっと皆さんに使ってもらえるように運用してもいいのかなとも思ってます。はい、ということで、おまけはちょっと新しいデッキを導入しましたよというお知らせでした。はい、ではまた。